超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。企業自営出版コンサルなどで何者かになりたいあなたに、巷の売れ線ビジネス書では読めない地道だけど鉄板の裏道ルートをナビゲートする超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマン。こんにちは。インターネットで動画といえば、いまだに公序良俗に反するものしかイメージできないあなたの味方、超ブレイク塾主催の西澤和弘です。さて、私西澤の限られた、ね、もう非常に限られた、ね、狭い人脈の中からですね、もう激戦したもう各ジャンルのエキスパート、ね、まあ、エキスパートって本来の意味ですよ、これは、ネット用語でございません、ね、彼らの持つ知識やノウハウなどを人間関係、信頼関係が崩れない程度に聞き出してですね、いいとこ取りしてしまうという、まあずずしい魂胆のノウハウコレクター編でございます。今回は超ブレイク塾のね、リーダーの育成という、まあ、経営者向けの講座をやっておりますけれどもね、こちらの大切なね、お客様でもあります、公認会計士、税理士の柴山正幸さんに、その類の話聞きませんね、あの脱税はどうしたらね、あのいいのかとかですね、そういうこと聞きません今日は。はい、柴山さんのですね、あの手段というかですね、裏技とも言うべきね、動画を使ったマーケティング、これについてノウハウを伺っていきます。柴山さんですが、大学卒業後、まあ、大学ね、あの5年通ったそうなんですけれどもね、監査法人を勤務なさって、それから独立なさってですね、現在はね、もうまさにど真ん中の経営のコンサルティングやね、税務や監査のお仕事、これはもちろんですけれどもね、資格の専門学校や大学などで会計学や、簿記などについて、教えていらっしゃる、ね、でさらにはですね、俺ですもネットの、ね、マーケティングね、ネットの使い方がうまいね、メルマガ、動画、ブログね、こういったものを駆使してですね、多くのお客さん獲得したり売り上げを上げていらっしゃるというところでね、もう特にあのご自身自らね喋っていらっしゃる動画はね、本数100本超えてます。すごいです、とりあえず1000本やるとおっしゃってます、ということでですね、詳しいプロフィールはね、公認会計士柴山、ね、柴はですね、なんていうんですかね、あの芝生の芝じゃない方の芝っていうんですかね、元巨人の柴田勲の芝ですかね、こちら芝でね、芝山で検索していただいて、柴山さんのホームページ、ブログなどご覧いただければと思います。果たして誰もが使いたいと思いながら使いこなせていない動画、これをどうしたら使いこなせるのか、それでは地道だけど鉄板の裏道ルートへご案内しましょう。超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。では、柴山正幸さん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、まず柴山さん、ご挨拶がてら、はい、ちょっと簡単な今どんなお仕事なさってるかという自己紹介を。あ、そうですか。もうほとんどしてもらったっていう噂もありますが、まあ、今最後の方で言ってもらった通り、最近動画のマーケティングが面白すぎてですね、はい、気がついたら会計事務所が副業になってしまってるという柴山ですどっちが本業か分からないやんかと。もう公認会計士は帰る姿と最近言ってます。本当ですか。うわ、でもあれですよね、こうネットでね、こう、まあ、特に動画でね、ネットマーケティングやってる人、はい、例えばね、こう、はい、プロダクトローンチであるとか、はいはいはい、アフィリエイトであるとか、割とね、なんかこうえぐい戦略的な儲け方をしてる、ね、はいはいはい、一発であの、はいはい、3億売り上げましたとかですね、はいはい、3億お金出した人たち、はい、その後どうなっているかとか知ったこっちゃない的なイメージだったりするんですけどもね、はい、まあ、この点ね、あの柴山さん、はい、まあ、小商いっつったら、まあ、小商いにしてずいぶんね、月何百万も売り上げておられますけれどもね、はい、ちゃんとあの買った人がうまく役立てて、その、はい、ね、まあ、簿記のあれですけど、ちゃんと合格するようなものをね、はい、そうですね、これは使っておられますけどもね、はい、はい、あのでね、そもそも僕ものすごい、疑問がありましてですね、何でしょう、はい、一人でカメラの前で喋ってて、なんか楽しいですか？いきなり鋭いですね。あれで、あれで、多分僕しか感じないと思う。みんな楽しくないと思う。あ、
あれはね、あの元々無人君っていうスタイルがあって無人君、ありますよね、はい、あの無人君っていうのがやってたんだけど、はい、あれ元々私専門学校に、まあ、10年前ぐらいに行った時に、はいはいはい、あの普通は教室に生徒がいる状態で収録してそれを、はい、あの撮ったりとか、はい、せめて、ね、撮ってる人がいる状態で誰かに向かって話すじゃないですか、うん、で私の専門学校やってた専門学校って、はい、もう予算かなりケチでね、まあ、金なかったかもしれませんけど、はい、できるだけコストかけずに、通信講座作りたいと。どうす、だからスタッフの人はカメラだけを、まあ、置いてっていうかね、はい、あとお願いしますっていなくなっちゃうんですよもう5時間ぐらい延々としておいて皆さん頑張ってねとかね、どうみたいな感じでいるふりをして話してたんですよ。講義の収録したのを売るんじゃなくて、一応取り下ろしなんだけど、そう、それ専用のために一人で延々と誰もいない40人の教室のところを一人で喋りまくるんですよ、うん、ものすごい自作自演ですね。最初はね、うつ病になりそうになりましたよ、そうですよね、俺何やってんだと思ってね、本当に、うん、お疲れ様ですって、お疲れてだろうと思いながらね俺は疲れたよっていう、その声を枯らした状態でお客さんとかすいませんとか何やってたんですかって言われたら一人で喋ってました、いないでしょそんなもんいや今日忙しくて、いやミーティングとか言って一人ミーティングわけわかんないですよこれで、ついたあだ名が無人君っていうことですよね、芝山しかできないっていういくつかあるんですよ、芝山しかできないっていう、引き継ぎができないプロジェクトいくつかあって、うん、3日で3級とか、どうですか、3日で話じゃん、0から3日で3級全部教えるとかね、うん、これドル箱あったんですよ、うん、でこれはじゃ あ, あの僕も辞めるにあたって誰か引き継いでいいよって誰も会いたくないって言うんですよ、うん、僕の比較って大体誰も引き継がないんです。無人君でじゃあその一人喋りの、はい、なんていうんですかね、スキルなりノウハウがこう蓄積されたところあるわけです。そうね、スキルノウハウだけど忍耐力はそっちですか。人がいなくても笑える、はい、笑ったりとか演技ができるっていうわけわかんない才能は身につきました。あ、それもある程度ね、それはもう超越した世界ですもんね、はい、そうある意味超越するから、うん、これも多分再現性ないノウハウですね、うん、でも、まあ、誰でも一人で話してれば、うん、だんだんおかしくなりますよいわゆる気が触れる状態で違うというある意味もはいですね私はシラフの方が酔っ払ってるって言われてますからね、はい、あら、まあそういう、そうですね、で、まあ、そういった形で、うん、あの一人で喋ることに慣れちゃって、うん、まあ、それが土台としてあるんですが、はい、じゃあ一人で話して楽しいかっていうと、うん、あれは楽しいです今は。あ、そうですか、はい、最初の頃は楽しくなったと思うんだけど、うん、気がついたら楽しくなってて、でもやっぱりそうは言っても、うん、ずっと話してるだけで、うん、やっぱり人間ってその他人のリアクションって欲しがるんですね、社会的な、うん、欲しいですよね、うん、で出してるうちにメールが来るんですよ、柴山さんの動画が面白かったとか、うん、あとは動画を見て涙が出ましたとか聞くとね、やっぱり、ね、もっとやったのかなと思って、うん、どこで涙が出たんだろうとかね笑って涙出たんじゃないかなとか、ね、うん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 、結構いろんな絶景してるんだあれで僕今でもね思い出すのが、例えば楽しいから笑うんじゃないって手もあるんですよ、で笑うから楽しいんだって手もあって、うん、いや楽しくて笑うんですよって言うところじゃないですか、うん、笑って見せますって言って、そこまで本当に突然ハッ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 って笑うんですよ、はいはいはい、自分でやりながら、あ、今ちょっと照れがあってもう一回とか言ってね、やり直しましながら全部さ一部始終を動画で上げたんですよ、うんうん、でもあれ意外に受け悪くって、自分はそれ受けると思ったんだけど、うん、多分受けてないのかは、あるいはあえて増えてないのか分かりませんけど、うん、自分の中で汚点なんです、あの動画。その回はじゃああんまりリアクションなかったの？それはなかったですね、あえて、うんうん、なんだけど、ね、あんまりそれは渾身を込めた刺激が効かなかったみたいで何が受けるかってやっぱ分かんないですか？分かんないんですよ本当に。例えば人を思う人になれるっていう真面目な話を、うん、僕が学生時代に社長参加されて、うん、はい、で柴ちゃん、いや訪問販売でやってましたから、うん、はいはいはい、30万の教材なんて初対面で売れないでしょと、うん、でも売れると思ったら売れたでしょと、うん、人を思う人になれるんだとか結びつけられた気がするけどとりあえずできないと思っても、うん、そういう人になれると思ったらなっちゃったんですよ、うん、でそれをその学生時代の体験、うん、体験なんて聞きますね、うん、体験談話した時ってのは割と反響あります、うん、しかも本当に自分の体験だし、途方な体験が2割入るんですよ。これ僕内のネオハウで。それはありですね、うん、その自己開示においてその弱み出しちゃうという。全部完璧だと、今度こいつ自慢話かよって思うんだけど、うん、2割が途方の時がちょうどいいから。あ、それはありますよね。その動画とかでも、結局10分の動画で自慢話だけやって終わるやつとかいますけど、うん、あれちょっと何もね。そう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 、うん。やっぱちょっとこう、弱み見せた方がいいですよね。うん、超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。何をどういうきっかけで動画でもって売ろうみたいなところに至ったんですか？これはインターネットマーケティングの一回挫折がありまして、はいはい、僕はサイトを30ぐらい運営してるんですよ。随分ですね、もうこれでもノウハウですね、これでもノウハウ3時間で喋れるんですけど、うん、ちょっと3分で短く、はいはいはい、世の中のインターネットマーケティングする人は大きく間違ったら、これ一発で何とかしようとするのは間違い。これ一発でサイト1個っていうこと？そう、入り口1個しかないでしょ、うん、店1個、入り口1個で勝負するでしょ、はい、違うんです、30個用意していいものを拾えばいいんです、うん、あ、動線がもう30個あるじゃん。そう、
これ彼女作る理論も同じで、うん、ちょっとやめときましょうね、ちょっと自分が目指すものをこれ一個しかないと思うから間違えて、はい、人間そんなに綺麗に完璧なことできないんだから、はいはいはい、とりあえず少しずつずらして作っていくんですよ、うん、最低10個ぐらい、そうするとそのうち2割はねそこそこ当たるんです。お、2割はうまくいく、はい、8割は、うんうん、失敗する。大体一発必中でやろうとするとせいぜい 2,3 回のトライで成功しようと思うか間違いであって、うん、最初から8割の失敗込み、なんか1勝9敗って言ってますでしょ、うん、あれ本当に本読んで意味分かってる人何人かわからないけど、うん、本気で9敗って覚悟するので相当辛いんですよ、うん、失敗したくないから嫌な思いしますからね。そうで、うん、失敗に対する刷り込みが義務教育の時に多すぎるんで、うん、そこの呪縛から逃れないといけないんですよ、うん、失敗しちゃいけないし失敗するのはダメな人間だみたいなね。そう、その脳の回路を変えなきゃいけないんで、うん、失敗を早く、うん、覗きましょうっていう、うん、その消去法の末に僕は成功があると思ってるんで、早く消去しなさいと。10個方法があるとしたら、はい、早く先に全部作っちゃえと、とりあえず作っちゃえと、うんうんうん、もう下手でもいいから、うん、で作ってるうちに何か1個光るとそれが伸びてくるんですよ、はい、でそれをやると。でそのホームページが成功して SEO っていうんですが、はい、上位表示されて Google で、はいはいはい、でやるじゃないですか、はい、で1年ぐらいそれでは実は教材売れてたんだけど、はい、ある時一時期有名だったいわゆるこう Google って変わるんですよ、アルゴリズムがね、うんうん、で僕はそのつもりないんだけど、うん、一時期ペンギンアップデートとか、うん、ファンドアップデートって名前があるんですが、うん、そういうのいろいろやってる時に僕らもやっぱりこう相互リンク貼ったりとか、うん、ネット対策するんですよ、うん、それが何かのところでこう Google の気に入らなかったんでしょうね、引っかかっちゃってドーンと県外行っちゃった瞬間に売り上げが月100万以上減っちゃったんです、うん、あらこれはやべえやと、うん、Google 依存はやばいやと、うん、でも YouTube も Google、ね、依存しますけど違った形でだから同じロジックで依存してると、うん、そのロジックが外れた時に業績ダウンするじゃないですか、うん、だからやっぱりリスクヘッジで2つ3つ必要なんですね。なるほど。でその時に何かもう一つ決め技がないとまずいと思ったんで始まったのが YouTube とアメブロです。なるほど。そのきっかけで、はい、アメブロは完全にアクセスを上げるために、うん、やめぶろってやっぱりいいのかそこから誘導する感じですかね。そうですね、見ていながら勝手にこう指名検索を狙ってるんです僕は。へえ。最近熱いのは指名検索なんですよ。つまり柴山正幸とか、うん、あと西澤和弘っていうね、うんうん、あと超ブレイク塾みたいに、うん、そこが見たいっていうんで指名検索ですが、うん、これを上げるのが今のネットマーケティングのポイントなんです。それが一番本当はコンバージョンいいんです。コンバージョンとは広げたことはもう指名買いですもんね。そう、なるほど。だから自分の名前を覚えてもらうためのブランディングっていうのがあればいいわけですよ、うん、柴山正幸検索した人がやっぱ一番売れるんですよ。あ、そうなんですね。ただ問題はいかんせん有名人じゃないからそこ指名検査が少ないんでそれを上げていくっていうのは長期戦略、うん、ですね。なるほど、うん、で動画は動画であれは、はい、動画で売り上げ上がることはないんですが、うん、動画は、うん、いわゆる信頼関係を構築する。で信頼関係の構築に関してはすっごく過小評価されてる気がします、その中で。あくまでその信頼関係構築の部分で用いる。そうです、じゃあどっかしらの検索とかでヒットしてきた人を、はい、うんうん、お客さんとして育てるような感じで。そうですね、お客さんにならなくてもいいです。ならなくてもいい、はい。で私のメッセージに共感してくれて、うん、他の専門学校とか、うんうん、他の教育機関で目的達成してもそれでいいんですよ。なぜかその人が良かったって言ってくれるから。お、利他的なね。ある時売り上げ上がってきたら何かっていうと、うん、その人は買わないかもしれないけど、うん、相談を受けるんですよ。やっぱ似たような人が集まってから、うん、その時にどうも柴山の動画良かったよって言ってくれて、うん、実はたまにメール来るんですよ、うん、いや柴山先生の動画が面白かったんで、うん、知り合いの受験生とか、うん、知り合いの会計を勉強する人にリンク先を送らせていただきましたって言ってくれるんですよ、うん、え、すごくありがたい。いわゆるその何ですか、バイラルマーケティングみたいになってますね。結果的にそうなりました。口コミできちゃってますね。でも狙ってないですかね、うんうん、今狙わずに狙うとダメだと思うんです、うん、逆にそれやってほしいと思うとそれやってほしい感が出ちゃうんでよろしくお願いします。そうですよね、なんかやらせの応援みたいになっちゃいますもんね。うん、転載してくださいとか、うんうん、教えてくださいって一切言わないんです、うん、あそこでは、うん、ただあなたにだけ語りかけると。じゃあ本当にその、はい、届けたい人のところに届いてるような、でそれがいいと思ったら、うん、やっぱりいいことって言いたくなるじゃないですか、うん、そうですね、自然と言いたくなる状況じゃなかったら心からこもって紹介してくれないんで、うん、そうでなければ意味ないと思うんですよ、うんうん。なんで僕は仕組み作り方もあるかもしれないけど僕はそこまで器用じゃないんで、うん、とりあえず一生懸命魂込めて見つけてみれば。器用だと思いますけど。え、器用だと思いますけど。あ、そうですか本人すごく究極の凡人って言ってますから。あ、でもその多分魂ぶつける方なんですね、もう、ええ、左脳系というよりはもう、ええ、うん、まあ、僕はもうそれしかないんで、うん、変にね僕の経験上、いやそうかもしれないけど、うまくやろうと思って失敗するんですよ、うんうんうん、もううまくやろう取り越して、もうどうでもいいやって、とりあえずぶつけてこうって言うと結果的にうまくいってるんですよ。へえ。だからまあちょっとこうね、もうね50近くなると小賢しくなって、うまくいかすためにじゃあとりあえず目先に集中しようと思っちゃうんです変に小賢しいんですけど、でも誰も狙ってないですよ。超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。
ナーやってるとですね、主催してるとまあいろんな人との出会い方あります。一つはまず、そのお話を依頼する講師の方に会いに行くと。でその講師からまたこう誰か紹介されてこう広がっていくというパターンありますね。であとは受講生さんですね、はい、で受講生さんがですね、またこれがですね、もう別にセミナーなんか受けに来なくていいじゃないかっていうぐらいね、レベル高い面白い人結構来るんですけれどもね、柴山さんに関しましては、リーダーの駅教というね、まあ、経営者向けの講座ありまして、そこにご参加いただいてるんですけれどもね、まあ、その経営者向けということになりますとね、当然もうなんか本当にね、社長さんって面白いよと、もう元気だったり変わったことやってたりしてね、不況だと言われてる中がっちり生き残ってる経営絶好調な方たくさんいるんですよ、やっぱり、うん。で、まあ、柴山さんもね、まあ、そのお一人でいらっしゃるということですけれどもね、まあ、いくつかね、こう僕柴山さん好きなポイントありますけれどもね、まあ、動画のね、語り口なんかもそうですけれどもね、動画アウトプットいろいろされてますけどね、そのアウトプットぶりがねすごい、ですね、その簿記とか会計以外の、ね、ネタでもね、たくさん喋ってる動画上がってるんですけれども、まあ、うちの駅教の講座受けに来たら、もうその日のうちにね、その駅教のね、3時間半の講座の内容を10分ぐらいうまくポイントまとめてね、アップしてたりするんですよ。そこはね、やっぱりね、こうポイントをうまく掴んでアウトプットする、それも素早くというね、これはちょっとね、柴山さんの私ね、変わった能力だなと、特筆すべきところだと思ってですね、でやっぱりね、この一人でカメラに向かって、なんかこう喋るというね、一見ね、この退屈なことなんですけれどもね、たまにも、ね、正直喋っててですね、まあ、柴山さんも楽しくね、喋れるところまでね、その行為、行動を消化されてますけれどもね、やってるうちに何俺一人で笑ってんだろうとかですね、何一人で熱く語ってんだろうというところでね、挫折しまう、方もいるかもしれませんけど、もうそれもそういうもんですからね、唐鎌健二さんの嫌われ仕事の話にもちょっとつながってきますけれども、そういうちょっと嫌な退屈な仕事、ですとか、ね、人がやらないもの、こういったものの中に実は宝物ね、宝石埋まってましてですね、でこれをね、地道に積み重ねていったところで、ある時点で爆発するという事例がね、もうこれまでたくさんあるんだというところもね、分かった上でね、いろいろ取り組んでいただければと思います。超売れる塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン、毎週火曜日iTunes とケロログから絶賛配信中。いや柴山さん本当にね、スタジオ借りてる時間がもういっぱいいっぱいで延長しなきゃというところなんですけどもね、本当にもういい話ね、たくさんありがとうございます。はい、でも喋りすぎてどうもすみません。でもねいいこと言ってるからあんま文句言えないですよね。じゃあこの続きはね、はい、また次回ということですね。そうですね、はい、ということでですね、誰にもわからないようにこっそりとですね、あの雑誌プレジデントにももう7年連載しているという、公認会計士税理士の柴山正幸さんでした。柴山さんどうもありがとうございました。また次回よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では次回も柴山正幸さんをお迎えして、成功するための地道だけど鉄板の裏道ルートを伺います。超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマン、お相手は超ブレイク塾主催西澤和弘でした。また次回ごきげんよう。